先日行われた三方ヶ原での戦いの際、無謀な出陣をして多くの家臣を死なせた責任を問われている徳川家康氏が、数日ぶりに記者の前に姿を現しました。来ました来ました、徳川さん、徳川さん、お話を、徳川さん、出陣をしたんですか。いや、それに関しては改めて場を設けますので。徳川さん、申し訳ないと思わないんですか。それに関しても改めて場を設けますので。徳川さん、ここで大の最中に脱布をしたという噂が浮上しております。あれは焼き身だ。君失礼だと、どこの曲だ。真実をお答えください。徳川さん、まだ聞いてないですよ。記者の取材に対し徳川氏は終始苛立った様子を見せており、足早に籠へ乗り込んだということです。